大丈夫やって。マミー、マイマイミー、マミー、ありがとう。なんでやねん。チームなんですけど、サンサンの2グループに分かれて、ここで分かれます。アリアとメイちゃんとレイラチームと、ユナちゃんとセイちゃんとユサちゃんのチームです。はい。スタートになってます。はい。で、自分のレッスンに。そう。今回お化け屋敷ただ入るんじゃなくって、地声を出しちゃダメっていう縛りをつけて入ってもらう。あれも高い声か低い声か。皆さん自信のほどはどうでしょうか？ないです。ないです。なんか一人だけあるっていう人がいます。なんかちょっと音が嫌いだった。音が嫌いだからさ。でも早く入って、耳栓すれば大丈夫。チームの方でお願いします。はい、じゃあ早速入っていきます。ゴー。人は嫌だよ。2分くらいで終わるかな。見て。さあ、すごい強制してるって知るんだよ。え、なに、これが出てくるの？わかんない。館内に入ったらですね、動画が流れますので、そちらの動画すべてご覧になってから先に進んでください。入ったら知らないようにと、ページに気をつけて進んでくださいね。緊張してる。ゲームです。なんかちょっとぶってくるんだ。待って、あんま余裕じゃないから。ねえ。ちょっと癖になる。え、なんか動画見るといいのに。でもそこで、怖くなる、絶対。え、待って。もしかして、はい、あの噂を聞いてきたんですか？知らないよ。聞いた。呪われた能面、カワズがあるのはここです。ルータ君みたいな能面。ルータ君みたいな能面。中には岩のものはありますが。じゃあみんなここから地声ダメね。そっか、え、そうだよ。シャロやだ。ちょっと怖かったな。あ、怖かった。ところで動画が流れますので、すべてご覧になって先に進んでください。
果関係入ったら知らないようにすることは手引きされないようにご協力お願いします。どうぞ少々お待ちください。緊張してきたな。あと自分はダメなんです。そうだよね、私これ今自分だから。私もこれ自分です。怖い怖い。ごめん、そっちにするの。こっちに引くよ。怖いよ。すごい怖いですよ。どちらかというと。いくよ。これって閉じたら暗くなるやつですか、ね、そうですね。びっくりした。おや、もしかしてあの噂を聞いてきたんですか？聞いてないです。誰も知りませんよ。呪われた門限。知らない。変わらずがあるのは。知らない。骨董品を買う場所から、中にはいわく付きのものはありますが、あの能面だけは別格でした。こっから地声なしで。思ったら高評価、チャンネル登録、通知をよろしくお願いします。